京都府警警察官時代の坂木田八重子坂木田八重子は、なぎなたの藩士。熊本県出身。16歳で父から、なぎなたの手ほどきを受け、武道専門学校で、ビタムラ千代から天都流を学び、卒業後は、地方で、なぎなたの普及に従事する。21歳で、和歌山県立高等女学校でなぎなたを教え、勤務先は、大阪府立堺工場に代わりなどしながら、 文部省から、なぎなたの教材作成を依頼されたりしている。坂木田に転機が訪れたのは、日本の廃線である。廃線によって、学校教育のなぎなたは禁止されるであろうと考えた。坂木田は1948年に40歳近い、年齢にもかかわらず、京都府警に警察官として就職する。坂木田の姉妹4人はいずれも、婦人警察官になっている。 京都府警警察署勤務で稽古時間が限られる中、坂木田は、薙刀の全日本選手権で連覇を果たしている。第二次世界大戦後、連合国占領下の日本での武道禁止令が解除され始めた1950年頃から、薙刀復活の活動に加わり、1954年、徳永千代子らと共に、学校な、著書、新しい薙刀、指導の手引きは、 標準的な教科書として使われた。日本武道協議会第2回武道功労者。戦後のなぎなたの基礎を作り、全日本なぎなた連盟事務局長を務めた。1987年なぎなたの全日本選手権で優勝した、坂木田京子は幼女。坂木田八重子の模範演技、顔が見えているのが、坂木田坂木田は、なぎなたの達人であるが、戦後の社会の変化を見て、 古武道としての薙刀とは別に、新しい薙刀の普及に取り組む。薙刀を通じて受け継がれてきた伝統的な精神文化を学校教材に取り込む、薙刀の普及を訴えている。1960年の教著本、新しい薙刀、指導の手引きは、学校教材としての薙刀の指導書で練習法や試合の形式を定めている。読売新聞では、 試合の形を考案するなど、現在のなぎなたの基礎を築き、1955年の、全日本なぎなた連盟の設立に尽力した。引用読売新聞2004年5月31日、としている。ABC 坂木田八重子さん死去、元全日本なぎなた連盟事務局長四国新聞2004年5月30日、AB、単行16巻9号。 ピアニッシモも104から109。ABC アレキサンダーベネット。第3章なぎなたの歴史とその精神。武道論集第1修造補版、ピアニッシモも89から93日本武道。競技会武道功労者表彰一覧。福田恵子なら女子高等師範学校における。なぎなた教育なぎなた教師及び。 指導内容の変遷に注目して、体育学研究ボリューム54ナンバー 1P123 から135、武道学研究9巻2号、津山勝子、坂木田八重子教長、新しいなぎなた、指導の手引き、本流私の生き方、坂木田八重子辞典、オムロンヒューマン大賞受賞者。ありがとうございます。